さあ、里見さんのようにメジャーになっていくんでしょうか。プロとしての第一歩を記しています。はい、去年のインターハイで全国準優勝、鳥取県の高校サッカー史を塗り替えている米子北で活躍した庄司源選手が J1 の鹿島アントラーズと正式契約を交わしました。自分がどこまでチャレンジできるかっていうのをしっかり試して、まあ、あと楽しみなんで、まあ、早く合流したいっていうのは気持ちがあります。やっぱり一人目から出れるようには頑張りたいと思ってます。庄司源、ポジションディフェンダー、正確なロングパスとフィジカルの強さを武器に、去年のインターハイではベスト8入りを果たし、2年連続で大会優秀選手に、さらに19歳以下の日本代表候補にも選ばれています。また選手権鳥取県予選ではフリーキックから谷尾選手の得点をアシストするなど、攻守にわたって活躍しています。昨日行われた正式契約には、鹿島アントラーズの椎本邦人スカウト担当部長が出席し、両親や監督も交えて今後のスケジュールなど日程が確認されました。2年前から庄司選手に注目していただけに、椎本部長も今後の活躍には大きな期待を寄せています。彼のその正確なその ロングのフィードですよね。それとやっぱ本当フィジカルの強さです。それをしっかりと伸ばしていけば十分レギュラーの座も取れると思います。自分のオリジナルのそういう選手になってもらいたいです。しかし鹿島アントラーズはプロアマが出場する天皇杯を制した、いわば日本チャンピオンのチーム。現在開催中のアジアカップで活躍する岩政選手や猪葉選手といった日本を代表する選手とポジションを競い合うことになります。ポジションを奪いたいなどは、まあ、今はそんな強く思ってないんですけど、まあ、今一つでも岩政さんや猪葉さんのプレーをいいところを盗んで、まあ、今近づけることを一生懸命努力したいと思っています。憧れのチームの一員になっても謙虚な気持ちを忘れない庄司選手。 J リーガーになる前の今の思いを色紙に書いてもらいました。ちっちゃい頃だった夢で、まあ、プロサッカー選手になるっていうのは叶ったってことと、まあ、もう一つ夢を作るっていう意味で、はい、やっぱり日本代表っていう夢を追いかけるっていう意味で夢って書きました。庄司選手は来月1日から J リーグ新人研修会に参加し、4日からチームに合流します。